その汚れたもので顔を。いい眉毛汚しちゃって私。いや、ゴッホさん、はい、慣れました？いや、全然ダメですね。なりません、本当に。日本の暮らし？日本の暮らしも、格言も。格言？格言も。格言もね。そうか。ね。そうね。チャンベ、お父さん、厳しいでしょ？きついですね。厳しいでしょ。もう私も小さい時から苦労してんだけど、はい、他の画家さんもね、毎回ね、苦労してあるの。うん、だから、村上くんも最近、やっとお父さんに認められたんだけど、他のみんなはね、レオナルドさんとかも、なかなかね、しっかりと、まだね、地に足がついてない状態で。ゴッホさんもなんか、ふわふわしてるから、心配で仕方ないのよ、私。いや、でもなんか、お客さんを見てると、ちょっと心が安らいで。ドキッ！
まあまあ、やっとこさ、なんとなく売れる絵が出てきてきたかな、ゴッホ自身もそう思うようになりました。ある日のこと、おきくを妻、妹、村上がやってきました。ゴッホどうだ、いい絵描けてるかい。いや、なんかちょっと自分でも最近つかみかけてきたかもしれない。そうか、やっとつかみかけてきたかい。ちょうど村上兄さんにも見てもらえたお前もいろいろあったかな。おきくも幸せだぞ。お客さん、どうですか。お前のことが忘れてるよ、すっかり。過去のもんだよ。だから、まあまあ、絵を見てやる。お、見せてくれ、ちょっと絵を。お、おー、この絵なら、うん、2億は硬いな。うん、これは2億。ここのな、この組み合わさったこの女子の合わせたこのお尻の曲線と、な、なんだってしたのか巨乳だからな。これでもう2億は硬いぞ、チャンベイだが、これ2億。ってくるから。なんか日本人の心の、わびと。わび、さび、さび、燃え、みつ。な、大したもんだ。ちょっとお前、肝に銘じるために、はい、よし、一緒にやろう。はい、行くよ。一緒についてこい。わび、さび、燃え。もう一回、はい。わび、さび、燃え。じゃあ、会場に皆さんも一緒に。せーの。バビサビモエバビサビモエこれで俺たちも億万長者だな。そうですね、やっとお前も絵のことは分かったな。最近やっとあのなんか描くの楽しくなってきました。